台風による大雨で計画運休が続いていた東海道新幹線は、昨夜およそ3日ぶりに全線で運転を再開しました。午後6時の JR 静岡駅です。新幹線発車の1時間以上前ですが、改札前の待機列にはすでに50人以上並んでいます。東海道新幹線は台風10号による大雨の影響で、先月29日の夕方から運転見合わせや計画運休が続いていました。 JR 東海は安全確認を行い、昨日午後6時ごろから3日ぶりに全線で運転を再開しました。新幹線はもうほとんど本当諦めてて、三島からもう帰ってこれないと思ったので、本当無事帰ってこれて、はい、嬉しいです。なんとか帰ってこれました。新幹線は今朝は始発から通常通りのダイヤで運転しています。一方、東海道線は静岡から掛川の上下は午前10時ごろまで運転を見合わせる予定です。